どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。ハイパーライトドリフター、プレイ再開していきたいと思います。前回で相当ひどい目にあったんだけどね。さてと、残すはここのみとなったので、そちらの方に行こうか。確かこの上のところに前進めなかった場所があるんだよね、鍵がかかっていて。このマークみたいなのを3つ解除したから通れるようになった、なってるはず、はず、あくまではず。あそこ多分下行くんだよね。これ、4つともないと、あお、やっちゃった。あれ、4つともないといけないんだよね。向こうは。あそこ、ボスの間だろう。ここが、失礼。ここがおそらく通常に行かなくてはいけない場所。ここもボスかなんかいそうだけど。回復しろと出ているな。まあ、もうちょっと待とうか。回復できないことはないんだけど、この角生えたリスみたいなの何だろう、倒せんのかな、見るために思うんだけど、何も他にはないよね。下に降りようか。しかし本当にどこかどこもかしこもそうだけど、綺麗だよな、アートが。失礼。ああやはりそうだ、ここ前に来たところっぽいな。ワープできる。あ、上の階層か。んー、どうやってこっちに、あ、こっちに来るのか。ここからか。オッケー。下行けそうだね。行けないのか。あ、こっち明るい。急に明るくなったね。怖い。前回こういうところで死にまくったからな、俺。すいませんね。喉の調子が悪くて。最近プレイするために風邪気味だよね、俺。さて行くぜ。よいしょ、おわおわお、予想外。こういうパターンか。あれが欲しいな。確かこういう弾丸とか飛んできたものをカットできるようになるスキルがあるんだけど、まだ持ってないんだよね、主人公。回復。ここら辺アイテム出ないかな。さっきも壊してみたけどね、実は。ダッシュで行くしかないのか。やはり2段ダッシュが欲しいよね。はいはいはい、着いたぞ。痛い。おっと、2体倒したぞ。回復用のやつ取るぜ。左側はいけない。右か。待て、あの道中のやつら全滅させろってことか。最悪だ最悪だ、それだけはやりたくなかった。落ちたよ。一体やっちゃった。ちょっと待って、考え中。どうやるどうやる。どっかで弾薬を回復しないと。 あれダッシュであそこまで行けるかな、あいつらのいるとこ。行けねえよな。落ちて死んだ。 OK、 なんとかしよう。我に策あり。まあ、こっからだよね。一旦通り抜けよう。通り抜けて向こう側で敵を処理した後に戻ってこよう。なんとかなるはず。弾薬一発分なしか。オッケー。鳥はなんとかしたいけど、もう難しいな。はい。もう一発。もう一発食らうって意味じゃないよ。オッケー。あとこいつを可能な限り素手でなんとかしたいんだが。オッケー、そこまではよし。はあ、つらいな。ほっと、あの鳥なんとかしないとな、本当に。多分あいつらを全員倒せってことだとは思うんだけど、こうインタラクトできないよね、ここらへん。どうしよう、多分足りない。ああ、そういうこと。ああ、さよで。ならいいのさ。痛い。
俺てっきりね、てっきり全員倒せってことだとばかり騙された、騙された、すいません、俺の勘違いです。はい、せや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 、かなり外した、痛い、回復しよう。よし、都合のいいところ出てくれた助かるぜ。なんかありそうだよな、書庫みたいなところだな、ここ上に回復薬が。ここは何もない。しかしここの BGM メトロイドっぽいな、ちょっと思い出すな。こういうのを壊してエネルギー回復しようぜ、銃の。ちなみにいざという時は爆薬が1個あるはず、はず。あれあるんだよね、あのマークは。お、3つだ、やったね。何この先相当ひどいことあんの。このゲーム戦闘がシビアだからな。戦闘ね、実は爽快なんだけど、敵の攻撃を避けるのにちょっと集中しないとすぐやられてしまうね。おいおい、もしかしたらこちらの HP の最大値を上げられるかもだけれど、本当に気をつけないとダメ。こっちはいける。一体どこだこれは。人が死んでいるな、なぜ。死ぬまでここで本読んでたのか。お、アイテム、やはりこれ入手できる個数限定されてんのかな。隠しアイテムっぽい位置で置かれているよね。あそこにワープが一つ、なんだこれは、ボスの間。マークがボスの間なんだよな。行くか。いたね。おーおーおー、爽快な BGM が。何それ、 HP 見て、あいつの高くない。おお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 お、はいはいはい、いきますよ。メインはジューサー、痛い、こっちょ、痛い。あれ2つダメージが入るっぽいね。俺てっきりこの下のこれを取ってからこっち来るのかと思ったら、速攻バトルやないか。頑張るよ、ボス戦楽しい、楽しいけど危ない。あ、これ俺の通ったところなぞってくる感じ。こいつ未来読めんのか。俺が行く方向に出てるんだよね。やばい、回復薬がいくらあっても足りない。シビア、はい、外した。俺銃あんま上手くないよね、あんまじゃないよね、全然上手くないよね。がっつり外してるかな。やべ、回復、やばいやばい、倒した、ギリギリ。別のやつが下にいたのか。強化2つ、2つじゃない3つだ、あと1つで。いやー、ボス戦楽しかった。もうないんですね。
やはり下になんか鳥頭のやつを操ってたのがいたっぽいよな。倒したけれども向こう側にこれで行けということかですね。なんだこれは、何か手に入れたぞ。銃か、スワップガン、ガンを取り替える。ほほう、撃ってみるか。いいね、レーザー銃。あ、間違えた、間違えて投げてしまった。いいね、弾薬が別ってのも気に入った。別じゃないや、別じゃないや、そんな。開いたぞ。これどっか開いたのか、あそこか。開いたと。オッケー、ここにあったやつが来ましたね。やはりあの下の行けなかったところもこれで行けるようになったのだろうか、気になるぜ。とりあえずここでチャージと。この銃威力高そうだよな。ああ、貫通するんですか、最高だかな、最高だよ。こういうのが欲しかったんだ俺、最高だね。さて、あとはあの下の行けなかったところに行けるようになってるかだよな。そう、おっちゃんどこだっけ、ここら辺だよね。おっと、はい、オッケー。あ、お前いたんか、気づかんかったで。ほいよっと。この銃は使い勝手が非常にいい。痛い、そこにアイテムがあるな。取れるのかこれ、向こう側から回ってこいってことか。回れるのかそこ。しかしいろいろとこう通ってると見えるけど、隠し要素的な場所多いな。あとそういえばさっきのボスで爆弾投げればよかったかな俺、今思うと。ああ、なんかある。ほう、やったね。あといくつだ、2つか、2つ見つかるかな。2段ダッシュ変えるんだけど、そしたらあれを早めに取った方がいい、回避重要。あ、いなくなってる、あの強いやつ。あいつもやっぱりドリフターなのかな。はい、一発爽快だぜ。ここじゃないよね多分。あ、でも入れる。あ、ここか、確か来たけど何もなかったよってとこだよね。あいつに報告した方がいいのか。ここの上のやつ倒しましたよ。どうなんだろう、いらないか、そっか。じゃあ帰ろう、帰ろっと。でこの下なんだっけか。あ、ダメ？俺てっきり消えるとばかり遠回りしてしまったな。下の方にワップ間違えた、下の方また間違えた。あれ間違えてあれ投げちゃうんだよね俺、気をつけないと。もったいない。ここだ、よし。あれなんだよな気になるの、エネルギーがないよと。おっと、そこに回復パックが。あれここなんだっけ、こっちで合ってる、合ってるか。よいしょ、
そういえばあそこ行ったんだよね、巨人の手があるところ。うん、よくできているな。で、ここら辺なんでしたっけね。ここだ。HP がそろそろやばいぞ。通れるようになってる。あ、なんかあるね。わお、わお。まあ一回死ぬとは思った。うん、本当に思った。さて問題は、二つか。あれ、途中に休めるところあるのかな。出なければダッシュでもう一回くぐり抜けようとしてみるけど、もしくは他に道が実はあって俺気づいていない？多分ないな。オッケー、待て待て、待つんだ。なんとかしてみよう。よし、いけた。回復しよう。危ない危ない。これは左行けということか。まだありそうだな。おっと、また雲か。ここ見えないんだよな。雲がいる位置は分かるのはいいけど。おっと、一つ足りない。あと一つ欲しいところ。おっと、ちなみに回復用のアイテム自体は大量にあるんだよな。これいきなり即死系の罠にはまらないかが怖い。本当に怖い。アイテムがある、アイテムがあるのはいいよ。でもどうやって取るの？撃てばいいのか？違うな。どこに通じているんだここは。ドスンドスンって音がするところは怖い。どこ、ここまたあるの？やめてくれよ。はいはいはい。ああ、ここに通じてたと。電気がつく？なにこれ。開いたのはいいさ。開いたのはいいけど。あ、こっち行けると。おっしゃる。あれ、こっちでいいの？いいみたいね。敵来たってことは。わーおー。わーおー。どこ行けばいいんだ？下か。OK。待って、これ間に合うの？絶対間に合わなくね？あ、大丈夫だった。ただ帰れない。どこに通じてるの？これ。怖いよ。ゆっくり歩くよ。痛い。待って、取り替えて、はい、よし、取っといてよかった。っていうかこれない、ないと来れないしね。あ、こんなところに。これでラスト一つ完了。これで一体どうなるんだろうか。あの中央のところ、あの町みたいなところが変わるのかな。何か、あ、主人公があの主人公の病気が再発した。主人公、何あれってまだ実は起きてないのかな。今後起きるのかな。狼、狼じゃないな。何かが大量に見えていたわけだけど。あっ、
やられてしまった。やられてしまったぞ。あれ、ここ出口開いたってことか。俺あっちから来てこうぐるぐる回ってたんか。なるほどね。じゃあもうワープしちゃっていいのかな。これは最初の街に一旦戻ろう。戻るぞ俺は。あと一つ足りないですね、あのお金みたいなやつ。それであと2段ダッシュが帰るんだけど、帰ってきたぜ俺は。ここにあいついるのかな、助けてくれたやつ。ダラクト。ふむふむ、ここでは特に何もできないよね。鏡割っちゃったんだ、ごめんよ。そういえばあの冒険してるもう一人の彼はあれは何をやろうとしてるんだろうね。なんかいろんなところ行ってるみたいな感じだったけど、これか、開いたやつ。開いたからといってどうということはないみたいだね。やはり全部をなんとかしない限りは何も起こらないのか。これでどこに一体行けるようになったのかが問題だよね。どっかが開いたんだろうな。ちょっと探索してみましょうか。おっと、クモさん、お久しぶりです。さっきぶり。ほっ、場所悪いな。ああ、銃こっちになってたわ。通り替えよ。ほっ、はっ、はっ、ほっ。ほっと、綺麗なところに出たぞ。俺は一体どこに向かっているんだ。水の遺跡みたいなところか。水関連のところにいい思い出がない私です。中央にチェックポイントがあるね。こっちかな、今回開いたの。もしかしてここでもやはりあれを見つけろってことだよね、多分。地面にあって引っ張るやつ、トライフォース的なマークのやつね。あ、なんかいる。敵？人っぽいよな。でもこんにちは。あ、カエルみたいな化け物がいると。それがボス。ここにいるのね。わかった、了解した。しかし場所が綺麗だな。カエル忍者みたいなのが敵なのか今回。痛い。忍者か、忍者か。な、何これ死体。ああ、そうだ、ここに串刺しになってる。ひどいやつらだ。一体なんだ、ここの原住民を倒してるのかなあいつら。さっきもでも鳥たちを誰かが操ってたよね。鳥たち自体が悪いやつらってことじゃなかったっぽいよな。どういうこと。あ、剣だ、剣を持っているんだあの巨人が。どういうこと。ああ、エレベーターか。地下か、嫌な予感しかしねえな。ほっ、また主人公が。なんだあれは、逃げようとして殺された。あ、これは意図せず発見してしまったな。探してたわけではないんだけど、あれ今回はヒントなし、どこにあるのみたいな。やばいぞ俺、そういうのないと場所わかんないぞ。多分またボス方面に行くとあれなんか発動できそうだよね。ボス方面に行ってるとあいつ見つけるんでしょう、あの強いおっちゃん。向こうに火運んでるやつらいる。一
旦無視して上登ろうね。どこだここ。とりあえず、ああ、ここ見つけたのが出ましたね。ここ？ここなんじゃない？マーク的に。あの、ワープができるマーク。ここっぽいんだけど、見つかんねえな。ここだよね。あったあった。はい。チェック。これで行き来が楽になりましたね。ここからいつでもワープが可能ですと出ましたね。 OK。 さてと、では次回はとりあえずこのボスがいる方面に行ってみましょう。おそらくまだ行けないと思うんだ。で、それが終わったら、終わったらというか、それで金がもう一つ貯まったら二段ダッシュ買いに行こうかな。やはり二段ダッシュだろうか、ここは。あれ、装備できる個数限定されてるのかな。左側にちょっと見えるんですけどね。あれかな。あともう一箇所ぐらい、もう一個ぐらい銃入れそうだよね。手に入るんだろう、多分。さて、では今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。